今日はこちらのアフリカウシガエルさんたちに餌をあげたり体調を測ったり遊んだりいろいろしてみたいと思います。すごいいい反応ですね。下手くそですが、やっと食べることができました。あっという間にペロリと食べちゃいましたね。こちらのカエルさんはどうでしょうか。こちらのカエルさんはですね、お迎えして1ヶ月半ぐらいですが、全く餌をね食べてくれないんですね。全然懐いてくれません。こんなに食べなかったら死んじゃうんですけどね。なんとかここまで生かしているのはね、ある必殺技を使っているからです。ちょっとグリグリしましたが、やっぱり食べないですね。ちょっとねとても腹が立つのでね、少しいたずらしちゃいました。こんな感じです。心なしか目つきが鋭くなったので怒ってますね。では先ほどねお伝えした必殺技をやっていきます。これです。こうやってねやってあげると結構食べてくれるんですよね。ちょっとでも今回はピンセットだけ噛んじゃったんで失敗しました。もう一度いきます。鳥さんの首を掴んでピンセットでね、口の横をかい優しくスリスリします。これすごく優しくやってますんで痛くないですからね。 OK、 上手に食べれましたね。今日はね比較的すんなり食べてくれたんですが、これをやってもなかなか食べてくれない時もあるんですよね。とってもこの子の世話大変です。餌やりにね30分ぐらいかける時もありますので、とても手のかかるね可愛い子でございます。よいしょよいしょ、どっこいしょ、うんとこしょ、あともうちょっとですね。ういしょ、いいんじゃないでしょうか。さあ向きを変えてごっくん。ふう、なんとかね今日も無事に餌やりが終わりました。そしたらですね、ちょっとこの子のね体調を測りたいと思います。ちょっと定規が入らないので、1、2、3、あ、ちょっと数えれなかったんでね、ちょっと測り方変えましょう。これね、カエルさんの体調の測り方ってどうやるのが一番正しいんですかね。ちょっと私もよくわからないというか、あまり測ったことないんでね、いつも適当にやってるんですが、でこうやりまして、これね実際に見ると10センチぐらいあるんですが、ちょっとカメラ越しだと、あの遠近法ですかね、8センチか9センチにしかなんないんですよね。これね10センチぐらいなんですけど、これどうやって撮ったらいいんですかね。やっぱりねなんかズルしてるみたいな、鼻先のところがゼロに合ってない感じしますけど、これ実際合ってるんですよね。あ、こうするといいかもしれないですね。ちょっとですね、あの定規の角度変えますね。こうするとちょっとお尻かゼロとしてもらった、これでいいですね。だいたい10センチから 10.5 センチぐらいあるの、なんとなくカメラでも分かりますね。そう、実際はねこのぐらいに見えてるんですよ。だいたいだから 10.5 センチぐらいですかね。あんまり大きくなってないですね。お迎えした時が8センチぐらいだったんで 8.5 センチでしたかね。まあ2センチから 2.5 センチぐらいで、こちらのねもう一匹のアフリカウシガエルさんはもう1年以上ね、1年半ぐらい経つのかな、なんですが、メスなのでもうこれ以上大きくならないです。ということで、アフリカウシガエルさんと遊んでみたでした。